ちゃんかいね。ジャン君、あれ？よいしょ。びっくり。はい。ワンちゃん。驚いちゃった。ごめんね。ジャン君。ジャン君は避難中。はい、ジャン君、掃除機怖かったね。今日は葉山にある動物、ドッグホテルのオーナー真生ママさんのいとこがうちに来て打ち合わせします。ちょっと事情が僕の方で変わって、自動生成 AI 使えるようになったんで豪華なやつ作れるよって、安くて豪華なやつ作れるよっていうのを今日はおすすめしようと。シンプルが好きって言ったらアウト。あ、でもトップページのやつはちょっといい感じになるかもねっていうことです。ですです。はいはい、お届け物でございます。お届け物が届きました。2月22日猫の日のにジャン君とポンちゃんにプレゼントが届きました。ありがとうございます。もうちょっとだね、来週。あ、そっか、うん、今日じゃないの、うん、あ、これあそこかな、なくてもあったかも。よし、なんかね、プレゼントって書いてあるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ポンちゃん、ポンちゃんおいで。はい、出た。かわいい。キノコ。あのキノコだ。あ、そして貼れるようにもなってるんだね。窓とかに。あの壁とかに倒れないようにこれで切ってつけるのかもしれないね。これはこれでまた。いや、それは。あ、本当はこれが場所を変えられるってことか。ついてる？
書いてないよね。あった。あった。食べちゃったのか。じゃあくっつければいいんだね。上からポチって入れればできそうだよ。入る？ちょっと入らない。硬くて。そう。うん。上からじゃないので、これ多分無理やりギューってやるんで。なんかあの、後でやろう。あ、ポンちゃん。この人たちは隠れていたけど出てきました。はい、かわいい爪とぎありがとうございます。使ってね、ちゃん。